一番最初に確認したいんだけど、はい、自分から舐められに行ってるわけではない、ね、全然そんなつもりはないんだよね、かくちゃんは、うん、寝るシャツ、あ、いいですね。ちなみに今は何のお仕事してんの？働いてはないです。お金はどうしてんの？じゃあ親の仕送りで。28で？はい。え、いくらぐらいもらってんの月に？言った分だけ10と、まあ、はい、あ、10 結構長くだよね高校出てどうしたの？高校出て大学、大学4年生6年生ですね。6年生って言うと歯学部。え、めっちゃかくちゃん頭いいんじゃない？じゃあ、いや、でも1年生3回やって辞めました。それから仕事してない？演劇、お芝居やってますね。どのぐらい活動してんの役者は？演劇は1ヶ月今年、うん、2本ぐらい出て、あとは何やってんの家で？まあ、ゲームやったりパソコンしたり。いや、舐められるわそれそんな角前さんにどうしても強くなっていただきたいので、うん、このスタジオのセットを作ってくれた大道具の美術スタッフさんに来てもらったんですよ。あ、はいはい。で、角前さん、あ、ちょっとじゃあ迎えに行ってください。そうだね、はい、うん、練習しようか。まあ、そうしましょう。いろいろ、はい、うん、舐められないための、そうそう、美術さんがね、うん、来てくれてる。とりあえず お座りください。いや、スギちゃんがラオウと呼んでる噂なんですけどもね、見た目はどう、かくちゃん？怖いよね。うん、ちょっと怖いよ。怖い。福田さんをクリアできたら大概の人大丈夫。いや、そうだね。こういうのどうですか？お互い歩いてきて肩がぶつかるんですよ、うん、で、かくちゃんは舐められないために謝らない、絶対、うん、で、福田さんはそこでも何も言わずに謝らすまで行ってみようよ。福田さんこっちで、かくちゃんこっちで、かくちゃんが歩いてきて肩ぶつかる真ん中で、そしたらかくちゃん謝らせなきゃいけないからちゃんと言ってよ、それを、うん、じゃあ行きましょう。よーい、アクションちょっと、あ、ちょっと待ってください。かくちゃん、違う、吹っ飛びすぎなのよ。もうちょいちょっと腰に近いよ。もうなんかちょっと肩外れちゃうぐらいのあれ感じだった。もうちょい体幹に力入れて行ってもらっていい？ちょっとじゃあもうすいません。サッカーやってた時思い出す。はい、行きましょう。ミオ、でアクション。ちょっと、今ぶつかったでしょ。謝ってください。謝ってくださいよ。謝れよ。いけいけ、よし、いいぞ。いけいけ、押し込め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 。そうそうそう、押し込め、押し込め、押し込め。なんだよ、なんだよ。え、押し込め、ほら。あ、いけいけ、謝ろう、もう謝った。すいませんでした。